神の警告。初投稿でちょっと前にあった話。私は子供の時から見えはしないが嫌なものに敏感な方。前に住んでいた家で起こったことについて書きます。うちは嫁姑の仲が悪く、祖母は仏教、両親と私たち兄弟キリスト教という形で家の中に二つの宗教があった。祖母は外面がいいがわがまま放題、母には嫌がらせ三昧で、一緒に住んでて良いことは何一つなかった。ある日決定的な出来事が起きた。寝室で昼寝していた母のもとに、早くこの家から出て行きなさいと声が聞こえたらしい。そして私もある日夢を見た。夢の中で私は引っ越す前の家の玄関に立っていた。自分の家なのに威圧感がある。なぜか人がいる気配がしなかった。でも私の家だ、そう思って片足を玄関先に踏み入れようとしたら、赤い紐が家全体に巻きついていた。異常だった。神社とかにありそうなごつい赤い紐だ。足を取られて引きずり込まれる。瞬時に踏み出そうとした片足を引き抜くと、目の前に老女の般若の顔があり、いまいましそうに舌打ちをして消えた。あのまま捕まっていたら。なぜかこんな夢を見るときはリアルで金縛りに遭い、胸の上の圧迫感と戦いながら、イエス・キリストの御名によって悪霊よ出ていけと心の中で祈っていると無事収まる。後日私も変な夢を見たことを母に話して、現在は家を建て替えて引っ越した。前の家には祖母だけが住んでいる。ちなみに引っ越してからは前の家には行っていない。冗談抜きで鬼の住処だねとたまに母と話したりしてる。今思うと守られているんだなと思う。以上、神の警告をお届けいたしました。今日が昨日に変わる頃、明日が今日に変わる頃、常世の闇への扉が開く。闇路の水先案内人、あやかし語り語り部の行庵と申します。はい、ということで本日3月23日第70夜目のあやかし語りをお届けしたいと思います。なんだ、なんでしょう。今日は一発目からちょっと噛んでますね。一発目からありえないところで噛んでますね。言い訳じゃないんですけど、言い訳です。開業がね、非常に見づらいところで、丸がついてないのでね、このまま読み流していいんだなと思うと違う文章になってたりとかね、下読みしとけよっていう話ですけど、あれですよ、はっと気がついたらなんかもう11時半回ってて、やばいやばいと思って告知をして、それからちょっとねタバコ吸ってコーヒー作って、でそんなことをしてる間に、お時間が時間がと思って、それから慌ててこう何読むかって探したんですけれどもね、いくつかちょっと短編を探して、これだったらいけそうなんて思ってね、選んだのが今の作品だったんですけれどもね、神の告知という、告知と神の警告ですねというお話だったんですが、一般的にね、一つ屋根の下に二つの宗教を入れてはいけないって、神様同士が喧嘩するからということでね、神様同士も喧嘩しますけども、大概信仰している人間同士も喧嘩したりしますからね、家の中に二つの宗教を入れてはいけないっていうふうに言いますけれどもね、
まあ、おばあちゃんが仏教を信仰なさってて、で、ご両親と、自分たち兄弟がキリスト教を信仰しているという形で、ね、まあ、どっちもね、悪いとかいいとかいう宗教じゃないですけれども、まあ、そもそもがね、嫁姑の仲が悪いっていうことからね、まあ、信仰してようがしてなかろうが仲が悪いもんは悪いんで、ね、そうなってくるとやっぱり些細なことで腹が立つし、まあ、些細なことで恨みがましく思ってしまうということでね、でまたおばあちゃんにしてみればご両親ということは、ね、自分の息子である旦那さんも、キリスト教の方信仰なさっているということで、おばあちゃんにしてみたら自分の息子取られちゃったような気がしてたのかもしれないですよね。まあそういうギスギスした空気の中で、生活してたということで、まあ、信仰してようがしてなかろうがね、遅かれ早かれそういうことになったんじゃないかなとは思うような家庭ですけれども。ね、我が家はですね、姑と同居してないので、一応嫁姑戦争というか、ね、そういうことはないんですけれども。まあ、あったら一緒に住んでたら大変だろうなとは思いますよ。まあ、なかなか大変だろうなとは思いますよ。いやはい、ね、まあ、リアル鬼の住処だね、みたいな話でね。まあ、多分おばあちゃんの気持ちがね、そういうのを作り出してたんじゃないかなというふうに思いますけれども、現に恐ろしきは生きている人間の思いかなというようなお話でした。はい、早速書き込みいただいておりますので、読ませていただきたいと思います。838番、豆腐さん、皆さん、今、師匠、頑張ってください。ということで、はい、豆腐さんいらっしゃいませ。よろしくお願いいたします。839番、ネオさん、ギョアンさん、喉か鼻がおかしいということで、多分鼻だと思います。ちょっと鼻が、鼻声気味になってると思います。なんかね、また昼間があったもんですからね、ちょっと薄着でね、上着着て出かけたりするんですけど、ちょっと動くとね、すぐ汗かいちゃって、で、そのまま夕方になると冷えてくるじゃないですか。そういうのの繰り返しでね、なかなかこう風が良くならないみたいな。で、今日は京都で午後からお仕事に行く日だったんですけれども、先週ちょっとね、仕事を休みしてしまったんで、今日は頑張って稼いでくるぞと思って、仕事行ったんですけれども、まあちょっとね、会社の方もいろいろとごたごたしてまして、まあ、これでね、年度末ということで3月、私が担当している構成のお仕事の仕事が一旦これで終わるんですよ。次の水曜日に仕事に行くと、24年度の私のその構成の仕事は終わるんですけれども、一応ね、行政士というか、広報誌なので、入札になるんですよね。4月に入札が行われるので、その入札が取れないとまるっとその仕事が1年間なくなってしまうので、そうした場合私がその月3回ですね、会社の方に出向いて、作業している仕事というのがまるまるなくなってしまうので、それもちょっとね、来月にならないとどうなるのかわからないと。で、まあ会社全体のね、今後としてどういうふうにしていくのかっていうようなことを今日、皆さんでミーティングなさってましたけれども、一応私は部外者的立場なので、そのミーティングには参加してないんですが、まあ、いろいろとね、大変みたいです。一言のように言っちゃいけないけど大変みたいです。ね。だから私も、だからこの先今やってる、まあ、在宅でね、いろいろと入力したりとかっていう仕事をさせていただいてますけれども、その仕事もね、いつまで続けられるかわからないので、まあ、ことによったらね、今お仕事をいただいている会社の方とは、まあ、お付き合い長いんですけれども、さよならさせていただいて、新規にパートかなんかに出るような形になるかもしれないというようなね、まだ全然そこら辺が、分かんない不安定な状態になってますけれどもね。はい。840番ヘッケルさん、ギョアンちゃん鼻もじゃあなかった、鼻おかしい、それでうふふんって言ってみてあれ、ヘッケルさん、もう向こう終わったの今日あれですよね、京都の夜行さんのラジオですよね。もう向こう終わったんですか。今日は早い。さっきまでね、聞いててね、はっと気がついたら、11時半回ってたって、やばいやばいっていうね、そういうあれでしたけども。鼻おかしいよ、うふんって言うの。
言わねえよやんないよ841番ラインさん、はじめまして、こんばんは、ゆっくり聞かせていただきます。はい、はじめまして、よろしくお願いいたします。あやかし語りのギワンと申します。ゆっくり過ごしてくださいませ。はい、続きましてはですね、あれですね、ちょっとストップしてました、クラゲシリーズの方を2本ほどね読ませていただこうかなと思っております。これがねまたちょっと長いので、2本読めればいいかなというところですけれども、もしかして、ポンポンポンといけば、もう1本ぐらい読めるかなというふうに思っております。はい、そうそう、鼻がね詰まって声が出なくなる前に、さっさと先へ進もうかなと思います。水神様。中学時代の話だ。その年の夏、私と私の両親と友人一人の計4人で一泊二日のキャンプをしたことがあった。場所は町を流れる川の上流、景観の良い湖のほとりにテントを建てた。水神湖という少し変わった名前の湖、観光パンフレットにも載っていないので、周りに人は私たちだけだった。事前の予定では両親はいないはずだった。普段は放任主義なのだが、さすがに子供2人だけでのキャンプは危険だと思ったのだろう。いきなり自分たちも参加させろと言い出して、計画にもあれこれ勝手に手を加え始めた。今ならその心配は十分にわかるのだが、当時は普通にうぜえと思っていたし、実際口にもした。もっとも私よりもまず友人に申し訳ないと思っていたのだが、彼は表向きはまるで気にもしていないようで、私が親がついてくると告げた時も、うん、わかったの一言だけだったし、行きの車の中でも私の両親とえらく普通に会話をしており、私一人だけがいつまでもぶーたれていた。やっぱりクラゲちゃんは誰かと違って礼儀正しくてしっかりしてるわね。移動中の車内、母が声を大きくしたのはわざとだろう。クラゲとは友人のあだ名だ。私がそう呼んでいるのを聞いて、親も真似をしてそう呼ぶようになったのだ。しかし何が、クラゲちゃんはしっかりしてるねえだ。いっそのこと、そのあだ名の由来を教えてやろうかとも思った。友人はいわゆる自称見える人であり、幽霊の他にも自宅の風呂にいるはずのないクラゲの姿が見えたりする。だからあだ名がクラゲなのだが、口に出したい気持ちをぐっと飲み込む。クラゲはその日、長袖のシャツに黒いジャージといういでたちだった。彼はあまり親しくない人の前で肌を見せるのを嫌う。つまりはそういうことだった。まあ、なんでこの子は、さっきからブスーっとして。うっせえ、誰のせいだ。細い山道を幾分上がり、目的地に着いたのは午前10時頃だった。人の手が入っていないからか、湖の水は隅々まで透き通っていた。ところどころ白い雲の浮かぶ空は青く、周りの緑がそよ風になびいて、さらさらと音を立てている。荷物を下ろし、今日のために休暇を取ったという父親が、張り切ってテントを組み立てにかかった。クラゲがそれを手伝い、私は落ちてある石を集めて積み上げ、簡素なかまどを作った。口は強いが体の弱い母は木陰でクーラーボックスに腰掛け、みんなの作業の様子を眺めていた。テントが完成した後、母が私の作成したかまどで昼食をこしらえた。野菜と一緒に
煮込んで醤油とマヨネーズで味付けした存在なスパゲッティ、鰹節を振りかけて食べる。見た目と同様に味も存在だったが美味しかった。そういえば前にも一度ここに来たことがあってな。食事中ふとした拍子だった。パスタとともに昼間から酒に手をつけ始めた父がしみじみとした口調で言った。あの時はこんなにゆっくりとはできんかった。私たちが生まれる前のことだという。麓の町に住む一人の男が山に入ったまま行方がわからなくなった。次の日、家族の通報により捜索隊が組まれ、何日もかけて山中を探し回ったそうだ。消防署に勤めている私の父も散策に加わっていた。そうして2日ほど経った頃、行方不明だった男はこの湖の近くで見るも無残な姿で発見された。たった2日なのにミイラみたいになっててな、驚いた。腕は一本ちぎれてなかったし、動物の爪の跡やら、しかも腹にはどでかい穴が開いててな、内臓があらかた食われてた。クマじゃないかってことになって、そこからはみんな大騒ぎだよ。猟友会も呼んで、男の次はクマの捜索だ。私とクラゲは無言のまま顔を見合わせた。隣の母が露骨にやめてくれというような顔をしていたが、私は構わず父に尋ねた。で、そのクマは見つかったん？いや、見つからなかった。そもそもクマじゃないって話もあったな。猟友会の奴らがこれは絶対クマじゃないって言うんだ。傷がでかすぎるってな。まあ確かにここらの山にクマが出るなんてその頃でも聞かない話だったが、でもクマじゃないとしたら、じゃあ何なんだって話だよ。そんなのが出るかもしれん山に私らを連れてきたん？そう言って母が父を睨んだ。父はどこ吹く風で缶ビールを口に運ぶ。もう何十年も前の話だから心配ない。それにどこの山だって死亡事故の一つや二つ起きてるもんだ。いちいちビクビクしてたら何もできんだろ。それにしても食事中にする話じゃなかろうが。それでも美味しそうにビールを飲む父に、母は、この酔っ払い目と悪態をつく。そんな夫婦のやりとりを見ながら、私の口の悪さは母譲りだな、と改めて思う。ああ、そう、思い出した。死体を見た専門家も、こいつは熊じゃないって言ってたな。一本目の缶ビールを飲み干した父が、そのまま顎を上げ、空を見上げた状態で、どこか独り言のようにそう言った。腹の傷あたりの内臓がすっかり溶けてるとかなんとか。やめんと刺すぞ。母が父に菜箸を突きつけ、この話は終わった。昼食後は日が暮れるまでそれぞれ好き勝手なことをして過ごした。母は読書をしたり、傍らにいたクラゲを捕まえて話の相手をさせていた。酔っ払いはわざわざ家から持ってきたハンモックを手頃な木に吊るして昼寝をしていた。私はというと、もっぱら釣りをしていた。餌はその辺の岩の下にいた小さな虫で、この湖で何が釣れるのかも知らなかったが、湖の景観は眺めていて飽きなかったし、ついでに何か釣れればいいな、くらいの気持ちだった。小さな折りたたみ椅子に座り、ぼんやりしていると、ようやく母に解放されたらしいクラゲがやってきて、私の隣に腰を下ろした。しばらく二人とも無言で湖を眺めた。どこかで、ピーという鳥の鳴き声と一緒に、木々のすれ合う音がして、小さな焦げ茶色の影が数羽、私たちの頭の上を西から東へと横切っていった。
さっきの親父の話さ、あれ本当だと思うか？鳥の影が見えなくなった後、私はなんとなく尋ねてみた。あくびの最中だったらしいクラゲは、両手首で涙を拭いながら、そのまま、と伸びをした。僕は当事者でも何でもないし、まあそうだよな。そうしてクラゲは地面に生えていた草を数本引き抜くと、湖に向かって投げた。あのさ、これずいぶん昔におばあちゃんに聞いた話なんだけど、クラゲが言った。この辺の山には神様が住んでるって。神様？そう、水神様って言うんだけどね。クラゲは湖を見つめながらそう言った。水神様。その名前は私に、今自分が釣り糸を垂らしている湖の名前を嫌おうなく思い出させた。その水神様がどうかしたのか？それとも事件はそいつのせいだって言うのかよ。クラゲは首を横に振った。かもしれないねって話。でも、この湖のそばで見つかったんでしょ？確かに、男の死体は、この水神湖周辺で見つかったそうだが、だからといって湖の神様が犯人は突拍子すぎるのではないか。そんな私の考えを知らないクラゲは、淡々と続ける。普通、神様が見える人なんてめったにいないし、見えない何かに危害を加えられたりなんてことはありえないんだけど。そうしてクラゲは右腕を前に伸ばすと、シャツの裾を少しめくってみせた。白くて細い腕の中に赤い斑点が数箇所浮き出ている。見えない人にはいないも同然だけど、もしもそれが見える人なら、刺されたり噛まれたり殺されることもあるんだよ。それは彼が自宅の風呂に出たクラゲに刺されたという後だった。最初に見たのは小学校の頃の体育の授業だったが、それから数年経っても消えないで、未だ彼の体に残っている。ファントムペイン、幻質、そんなどこかで聞いたような単語が頭に浮かぶ。しかし、あれはすでに失った、あるはずのない手足の痛みを感じる、というものだったはず。この場合、現象と言った方がいいのかもしれない。でもなあ、最近の神様は人を襲って内臓を食うのかよ。私が言うと、クラゲは前を見たまま、どうだろうね、と、少し首をかしげた。神様なんていいとか悪いとか関係なしに人が崇める対象のことだし、もしかしたら生贄だと思ったんじゃないかな。僕らの町も昔は水害が多かったそうだから。さらりと言ってクラゲは再びあくびをした。それから後ろを振り向き、父が寝ているハンモックをどことなく羨ましそうに見合った。その後、私は夕暮れまで粘ったが、結局一匹も釣れなかった。夕飯はカレーだった。ただし、ここで作ったものではない。母が家から鍋ごと持ってきたのである。しかも、飯盒も米もないので、別の鍋でうどんを茹でて、カレーうどんという体たらく。なぜキャンプに来て、昨日の残りのカレーを食べなければいけないのだ。なぜ白米がないのだ。ここでも結局私の身がぶーたれていた。食事の後は焚き火の光を目印に集まってきた虫たちと一緒に夜の景色を眺めたり、誰かと適当に話をしたり、父のウイスキーを少し舐めさせてもらい、母に怒られたりした。時間は驚くほどゆっくり流れ、夜空にはどこも欠けることのない満月とともに、今にも落ちてきそうな、もしくは逆にこちらが吸い込まれそうな満天の星空が輝いていた。酒のせいか、
いつテントに入ったのかは覚えていない。気がつけば私は寝袋を敷布団にして仰向けに寝転がっていた。右を見ると父と母が、左にはクラゲが少し離れたテントの隅で、まるでカブトムシの幼虫のように体を丸めて眠っていた。どうして目が覚めたんだろう。外の焚き火は消えているようだった。辺りはしんと静まり返り、虫の鳴き声が唯一静寂を一層際立てていた。私は上半身を起こした。寝起きだというのになぜか自分でも驚くほど目が冴えていた。目だけじゃない、五感がこれ以上ないほどにはっきりとしている。何かいる。ほとんど直感で私はその存在を認識していた。テントの外にうごめく何かがいる。直感に次いで這いずる音が聞こえた。そのうち不意にテントの壁に大きな影が映った。私の背よりは大きくないが、横にかなりの幅がある。そいつはテントの周りをのそのそと入り口の方まで移動してきた。私は無意識のうちにテントの入り口に近寄っていた。二重のチャックは二つとも閉じている。薄い布二枚隔てた向こうに何かがいる。不思議とクマかもしれないとは思わなかった。そいつの足か、もしくは手がテントに触れた。でかい体の割には随分と細い手足という印象だった。細くて先が鋭い水神様。ガジ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 ッと、まるで錆びた金属同士をこすり合わせたような、そんな音がした。鳴き声だろうか。そうだとしたらそいつはクマではありえない。私は手探りでテントの中に転がっていた懐中電灯を見つけ出した。片手に握りしめ、もう一方の手でゆっくりと出入り口のジッパーに手をかけた。じりじりとジッパーを下ろしていく。片手が入るほどの隙間、その隙間に私は光のついていない懐中電灯を向けた。電灯をスイッチを入れようとした。その瞬間、突然後ろから肩をつかまれた。驚く間もなく口を塞がれる。静かに。耳元でもようやく聞こえるほどの小さな声、クラゲの声だった。いつの間に起きていたのだろうか、後頭部から彼の心臓の鼓動がはっきりと聞こえていた。自分の心臓の音も聞こえる。いつの間にか懐中電灯が取り上げられていた。今はダメだ、相手にもこっちが見えるから。外の気配は相変わらずすぐそこにあった。見えるってことを知られちゃいけない、見えないふりをしないと。小さくささやくその声がかすかに震えているのが分かった。そこでようやく私の頭の芯が冷えてきた。私は鼻で大きく深呼吸を2回すると、クラゲの膝を2回軽く叩いた。クラゲが私の口から手を離した。星明かり、月明かりのおかげでテントの中でもそれほど暗くない。テントに映る影、改めて見ると影の高さは膝を立てて座った時の私の目線とほぼ同じだった。私が開いたジッパーの隙間からその姿の一部分が見え隠れしている。ただし夜中だったせいか黒くしか見えない。ガジ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 、あの音がする。不快な音だ。どうして両親は起きないんだろうと思った。もしかしたら彼らには聞こえていないのかもしれない。私とクラゲ二人だけに聞こえている。クラゲと一緒にいると私にも常人には見えないものが見える時がある。
それをクラゲは病気がうつると表現していた。見えてしまう病気、それは時には見えてしまうがゆえに様々な症状を誘発する。クラゲから離れさえすればこの病気は治る。それでも私はクラゲと友人でいた。一度覗いてしまった非日常の世界を簡単に手放すことはできなかった。しかしこの病気は悪化もするのだ。どのくらい動かずにいただろう。不意に外にいるそいつが背を向けたのが分かった。気配がテントから離れていく。暗闇の中、私とクラゲは目を合わせた。ライトはダメだよとクラゲが小声で言う。私はうなずいた。二人でそっとテントの出入り口に近づく。手が一つ入るほどだったジッパーの隙間をもう少しだけ広げた。二人で片目ずつ外を覗く。息を飲んだ。虫だ。四本の足で這いながら湖の方へと近づいていく。そいつはとてつもなく大きな、まるで私たちが小指台まで縮小してしまったのかと思うほど大きな昆虫だった。枯れた水草のような色、その畳二畳分はあるだろう背中、頭から横にはみ出した車すら挟みつぶしてしまいそうな巨大な釜状の前足が二本。タガメだ。クラゲが小さくつぶやいた。湖のそばまで来るとそいつは突然立ち止まり動かなくなった。その背中がもぞもぞと動く。同時にガジ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 ッとあの音がした。あれは虫が体をこすり合わせる音だったのだ。そう思った途端、いきなりその背中が二つに裂けた。体の大きさが横方向に突如膨れ上がったようにも見えた。羽を広げたのだ。その四枚の羽が目に見えない速さで振動する。ザーと風が吹いてテントが揺れた。飛ぶ。その大きな体がふわりと地面から少しだけ浮いた。水面に波紋が立つ。飛び上がるというよりは水面を滑るように徐々に上昇していって、あっという間に木々の向こうへと飛び去ってしまった。湖はまた静かになった。私はしばらくの間動くことも声を発することもできなかった。クラゲがジッパーを開いて外に出た。湖の方へと歩いていき、先ほどあの巨大な虫が飛び立った場所で立ち止まった。やっぱり水神様はタガメだった。おばあちゃんに聞いた通りだ。夜空に向かってクラゲはつぶやくようにそう言った。その声はどこか嬉しそうにも聞こえた。私も外に出てみる。見ると焚き火をした後の灰の中に未だ赤くくすぶっている薪があった。あの虫はこのわずかな光につられてやってきたのだろうか。ブルリと私は一つ震えた。もし捕まってたらどうなってたんだろうな。タガメに関する知識で雲のように獲物の内臓を溶かしながら少しずつ性質があるということを私は思い出していた。もし捕まったら僕らお供え物になってたね。きっと今年この辺りで水害は起きなかったはずだよ。私のそばに来てクラゲがそう言った。お供え物。私はクラゲを見合って思わず笑ってしまった。するとクラゲは不思議そうな顔をした。どうやら冗談で言ったのではないらしい。今年水害が起こったらそれは私たちのせいでもあるということか。あら、二人とも早起きやね。声の下方を向くと
母がテントから顔だけ出していた。私の笑い声で起こしてしまったようだ。見るとあたりがだんだん青白く明るんできていた。朝はもうすぐ近くまで来ている。何しゆんよ二人で。母の言葉に私たちは顔を見合わせた。どう説明したらいいものかと一瞬悩んだが、私は本当のことを話すことにした。いや、あのさ、テントの外にでっかいタガメがいるの見つけて、ちょっと観察してたんだけど。嘘は何も言っていない。母は目をパチクリさせた後、小さくため息をついた。ねえ、クラゲちゃん。その時の母の笑顔は、私が今まで見たこともないようなものだった。うちの子、こんなにバカなんだけど、これからもお願いね。するとクラゲは、珍しく少し戸惑ったような表情をしてからこう言った。あの、僕、ずっとは無理ですけど、できる限りそうしたいと思ってます。数秒の間を置いて母が笑った。当のクラゲはやっぱり不思議そうな顔をしていて、どうやらこれも冗談ではないようだ。クラゲの言葉、きっと母と私では違う受け取り方をしただろう。正直、おいおいおいと思ったが、私は笑って流すことにした。以上、水神様をお届けいたしました。すいません、今ね読んでて急にちょっと鼻が大変なことになってた。ちょっとねマイク止めて鼻かませていただきました。クラゲシリーズ、まあ、これはねどこら辺に位置するのかちょっとわからないんですけれども、家族ぐるみで、まあ、クラゲくんの場合はねお父さんが大学で研究しててほとんど家には帰ってこない。でお兄ちゃんもね、大学の寮にいたり、高校生の兄ちゃんも帰ってきてもね、ほとんど口も聞かない。で、おばあちゃんと、ご飯を食べることの方が多いというようなね、あまり、こう、温かくない家庭環境で育っている子ですので、まあ、こういったね、家族の行事に呼んでもらうというのは、戸惑いがあるのかもしれませんけれども、まあ、それはそれでね、嫌がってるというような風では、ないように感じますよね。タガメですよ。水神様タガメですよ。でかいの。膝立ちした人間の高さぐらい。高いねー。いやー、なんだろう、水生昆虫って、ぶっ刺して数系多いですよね。ヤゴは肉食？ヤゴはそのまま捕食してオタマジャクシとかバリバリ食べちゃうんだっけ。そっか、タガメがやっぱ一番気持ち悪いのかな。ゲンゴロウは刺すのかな。で、ゲンゴロウなんかは意外とね、小学校時代熊本に住んでましたんで身近にいましたけど、タガメは見たことないな。口からね、刺して、内臓を溶かすための酵素を分泌して、溶かした内臓を少しずつ吸っていくんですよね、確かね。聞いた時、一番最初聞いた時にうわえぐっと思った記憶がありますけどね。そうそう、まあそんなね、巨大なタガメに吸われてしまったんですね、お父さんが言ってたあの男の人ですね。湖のそばで見つかったという、そらミイラのようにもなりますわ。
はい、842番ネオさん、夜行バスはまだ運行中って、マジですか？あの時点でまだやってたね。最近どんどん長くなってますよね。843番ヘッケルさん、会期まだやってるけど今夜師匠のとこで会おうねって、あなたの一番弟子豆腐ちゃんと約束したから来たよ。約束は守る義理堅い男だから、うひゃ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 ーということでね。あー、そうか、そうでしたかね。帰ってきてね、パソコンつけて、でネトラジ開いたら、あー豆腐さんやってると思って録音しようと思ったらもう終わるとこだったっていうね、ちょっと悲しい出来事がありましたけれどもね。844番ヘケルさん、クマじゃなかったら野生の酔っ払い山猫やわーってね。野生の酔っ払い山猫も内臓溶かしては食わんでしょうね。845番ヘッケリさん、あっちもだけどこっちにもセイリちゃん寝落ちしとるなってことで、あ、そういや、そうですね、寝てるかもしれませんね。そうそう、846番ヘッケリさん、豆腐ちゃん普通食べ慣れない、高級な柿三昧してお腹びっくりしてゲリピーしたって言ってたけど、もう収まったかいって、マジですかマジですか、大変ね。当たんなきゃいいけどね、お腹びっくりして下っちゃったぐらいだったらいいけど、当たっちゃったら大変ですからね、柿は。うん、ちなみに私は柿食べられないんでね、当たる心配はないんでいいんですけど、いや、ちょっとお大事にしてくださいよ、豆腐さん。847番ヘッケルさん、ジュルって遠慮なしに一時中断して鼻かんでいいよ、そしてスッキリした方が話しやすいでしょね、リスナーさんたちって言われて、すいませんね、そうしようかどうしようか悩んだんですけどね、ちょっと自分的に切るに切れない場所だったんで、とりあえずこのままラストまで行くかみたいな。でね、終わった瞬間にマイク切ってね、ちょっと鼻かましていただきましたけどね。すいません。もう次回から操作して、ね、次から操作していただきます。そうなのよ、もうね、読んでてびっくりするね。848番ヘッケルさん、レス俺ばっかりかい、豆腐レスしろや、面白くないなということでね、今日はね、多分ね、いろんなところでいろんなことをやっているので、そちらの方に分散しているんではないかなというふうに思いますね。夜行性ラジオさんも始まりましたしね、本当だ、夜行さんまだやってるよ、長いね、すごいね。なんかね、ここに来ていろいろとその怪談系ラジオ増えましたよね。昨日たまたまね、夜仕事してて、なんかまあ、普段は別のラジオやってる方なんですけど、突発怪談みたいなのやって、なんかすごい面白くて聞き入っちゃったのがありましたけどね。タイトル忘れちゃいましたけど突発だったんでね、タイトル忘れちゃいましたけどね、なんかすごい最近増えてきましたよね。でまたそれと同時にね、相変わらず人のラジタイ乗っ取ってやってらっしゃる方が未だにおりますけれども、ちょっとね、公式さんいい加減動いてほしいなっていう気がするんですけどね。うん、よしよし、再び鼻水に襲われないうちに次のお話に移りたいと思います。北向きの墓。私が中学1年生だった頃の話だ。10月上旬、その日は土曜日だった。昼食を食べた後、私は自転車の荷台に竹ぼうきをくくりつけ、友人の家へと向かっていた。自宅のある北地区から町を東西に流れる地蔵川を越えて南地区へ。思わず、快晴と叫びたくなるほど真っ青な空の下、ほうきをくくりつけた自転車はなんだかそらそら飛びそうな気がした。もちろん気がしただけだったが、友人の家は南側の住宅地を抜けた先の山の中腹あたりに町を見下ろす形で立っている。家の周りをぐるりと囲む塀の脇に自転車を止め、ほうきを持って門のそばに行くと、松葉杖をついた友人が門の外で待ってくれていた。彼はクラゲ、もちろんあだ名だ。彼の左足には白いギブスが巻かれていた。
確か何本か肋骨にもひびが入っていたはずだ。先月9月後半、台風がやってきた際の事故による怪我だった。別に家の中で待ってりゃいいのに。私が言うと、クラゲは自分で脇腹の折れた肋骨のあたりを軽くさすった。そういうわけにもいかないよ。君はお墓のある場所知らないでしょ。今日私がここに来た理由は、彼の先祖の墓を掃除するためだ。先月のちょうど秋彼岸の時期にやってきた台風により、墓の周辺が荒れてしまったのと、いつも掃除をしているクラゲの祖母の体調が芳しくないため、急遽ピンチヒッターとして私が自ら名乗り入れたのだった。そういえば、おばあちゃんまだ体調悪いのか？そうだね、自分ではだいぶ良くなってきたって言ってるけど、あんまり良くないみたい。クラゲはそう言って家の方を振り返った。ちなみにクラゲは三人兄弟の末っ子で、長男は県外の大学に行っており、現在家にはクラゲと祖母、大学教授の父親、高校生である次男の4人が住んでいる。ただ父親と次男には先祖の墓掃除をする気はないようだ。理由を聞いたが、クラゲは教えてくれなかった。本来なら家の者が掃除するべきなのだろうが、クラゲと祖母は動けないし、後の2人はそんな感じなので仕方がない。他人の家の墓を掃除することが失礼にあたることは知っていたが、家の者に許可をもらっているから大丈夫だろう。そもそもクラゲが怪我をした事故には私も少なからず関わっているので、責任を感じている部分もあった。そっか、じゃあ後でお大事にって伝えといて。うん、わかった。それから二人で墓のある家の裏手へと向かった。裏手には山の斜面に沿った細い道があり、この道を上がっていくと墓があるそうだ。道も分かったので、クラゲはここで待ってた方がいいと言ったのだが、彼は自分も行くと譲らなかった。君は僕の家の人間じゃないんだから、勘違いされたら困るでしょ。誰が何を勘違いするんだと言いかけて、私はその言葉を飲み込んだ。言い忘れていたが、彼は自称見える人である。ちなみにクラゲの祖母も見える人で、その力は彼の火ではないとか。他の兄弟と父親は見えないらしい。クラゲが転びやしないかと内心ヒヤヒヤしながら、緑に囲まれた細い道をしばらく登ると、墓が三段に並んでいる開けた場所に出た。墓は確かにひどいありさまだった。折れた木の枝や葉がそこら中に散乱し、花入れは何本か地面から引っこ抜かれていて、そのうちのいくつかが地面に無造作に転がっている。そのありさまを眺めながら、私はふと違和感を覚えた。何かがおかしいような気がしたのだけれども、これほど荒れているのだから多少の違和感はあって当然なのかもしれない。掃除してきれいになれば違和感も消えてなくなるだろうと、その時は思った。とりあえず家から持ってきたほうきで目につくゴミを片っ端から片付ける。クラゲも近くの雑草などを抜いてできる限り手伝おうとしてくれていた。掃除をしている最中、ふと一番新しそうな墓が目に留まった。よくよく見てみると、側面に書かれている命日は私の生まれた年だ。墓石に刻まれた名前は女性のものだった。だとすれば、これはクラゲの母親の墓なのだろう。彼の母は彼を産んですぐに亡くなったと聞いたことがあった。生まれてすぐに母親を亡くす、それが一体どういうことなのか、幸せな私には想像もつかない。祖母が母親の代わりだったのだろうか。余計な想像を私は頭を振って振り落とした。
1時間ほど駆けずり回っただろうか。もし私の母親が見ていたら、自分の部屋の掃除もこれくらい真剣にしてくれればね、などと愚痴ってそうだ。頑張った甲斐もあり、墓の周辺は随分綺麗になっていた。その間、クラゲは一度家に戻っており、ペットボトルのジュースやら、水やら、まんじゅうやらを家から持ってきていた。お疲れ様。おう、サンキュー。一番上の段の草むらの上に腰を下ろし、クラゲからジュースを一本と、まんじゅうを一つもらう。周りの木々が、かすかな風になびいて、さわさわと音を立てた。私の周りを、濃い緑の匂いとともに、何やらよくわからない小さな虫が飛び回っている。ジュースを飲み、栗まんじゅうをかじりながら、私は今しがた自分が掃除した墓を見下ろした。先ほど感じた違和感は消えてはいなかった。それどころか、墓がきれいになったことで、逆に強まっていた。何とも言えない、何かが違う、という感覚。いくら考えてもその正体は見えず、私は隣に座るクラゲに尋ねてみた。なあ、クラゲさ、気悪くしたらごめんだけど。何？ここのお墓ってさ、なんか変じゃないか？うまくは言えないけど、どこかおかしいっていうか。ああ、うん。私は彼を見やる。その表情は何ら変わらず、いつもの彼のものだった。全部おばあちゃんに聞いた話だけど、とクラゲは言った。この辺りにはね、昔から人は死ぬとその魂は海に帰るって言い伝えがあるんだ。町から現在私たちがいる山を一つ越えれば、その先には太平洋が広がっている。町の人間にとって、海は昔から身近な存在だった。だから、魂がちゃんと海に帰れるように、この辺りのお墓はみんな南を向いてる。そこで私はようやく違和感の正体にも気がついた。確かにそうだった。私が今まで見てきた墓は、全部長掘られた面を南向きにして建てられていた。しかし、ここの墓は、名前のある面が北に向いている。帰るべきはずの海に背を向けているのだ。おそらく無意識のうちに、墓は南を向いているという固定観念が私の中にできていたのだろう。だから初めて北を向いている墓を見て違和感を感じた。村八部って言葉があるでしょ。クラゲは淡々と話を続ける。あれって、死んだ後のことと、火事とか水害とか災害の時は助け合うっていうのが二部で、後の八部は一切のけものにする。それが村八部の意味らしいんだけど。僕らの家は、八部じゃなくて村九部にされてたんだ。だから、お墓も逆向きに建てさせられた。死んだ後も同じ場所には行けないように。私は何も言えなかった。彼はペットボトルのジュースをゆっくり口に含むと、ふうと一息ついた。彼の家が阻害されていた理由、それは彼や彼の祖母が見える人であることと何か関係があるのだろうか。でもそんなことがあったのはずっと昔のことだから、今はご先祖様がみんなあっち向いてるから合わせなきゃいけないっていう理由らしいけど。そこまで言うと、クラゲはまんじゅうと一緒に持ってきた袋と松葉杖を持って立ち上がった。そうして一番端にある墓の前にしゃがみ込む。袋に入っていたのは水と米だった。墓の上から水をかけ、米を備え、手を合わせ瞑想する。それが終われば隣の墓に移る。上の段から順々に、しばらくその様子をぼんやり眺めていたが、はっとした私は慌てて彼の後についてお参りをする。そうして一段目、二
二段目と供養を続け、一番下の段まで来た。これは、ひいおじいちゃん。水をかけながらクラゲがつぶやいた。これは、ひいおばあちゃん。次々とその名前を呼びながら手を合わせてゆく。これが、おじいちゃん。クラゲの祖母の墓。今まで一番長く手を合わせていた。私はクラゲの祖父に会ったことがない。けれども以前、彼の家で夕食をご馳走になった時のことだ。死んだはずの祖父の席には料理と酒が置かれ、祖母は誰もいない空間に向かって嬉しそうに話しかけていた。もちろん私には祖父の姿は見えず、まるでパントマイムを見ているかのようだった。クラゲにも祖父の姿は見えないらしい。なあ、クラゲのおじいちゃんってどんな人だったんだ？祈りを終え、顔を上げたクラゲに私を尋ねる。怖い人だった。クラゲはそう答えた。医者だったからかな。幽霊なんて全然信じてなかった。だから僕とかおばあちゃんがそういう話をするのがすごく嫌だったみたい。殴られたこともあるよ。正しい人になれって。私はまたあの夕食の席を思い出していた。私にとってはただ一度きりだが、あの家では毎回毎食同じ光景が繰り返されているのだ。もしクラゲの祖父が生前自分が否定したものになっていたとしたら、彼は今どんな気持ちでいるのだろう。クラゲが最後の墓に向かう。それは彼の母親の墓だった。残りすべての水を注ぎ、米を備える。松葉杖を脇で支え、二拍手の後、クラゲは目を閉じた。私は想像してみる。クラゲの母のこと。一体どんな人物だったのだろうか。しばらくして、目を開けたクラゲがちらりと私の方を見合った。そして何か感じ取ったのか、ゆっくりと首を横に振った。わからないよ。何も覚えてないから。私はどうやら無言の質問をしていたらしい。対する彼の答えがそれだった。私はその名前が刻まれた墓石を見やる。母と過ごした記憶のない彼に、目の前の石の塊はどう映っているのだろう。戻ろう、とクラゲが言った。私は黙ってうなずいた。墓を出ようとしたとき、一陣の強い風が吹いて、周りの木々をざわめかせた。それはあまりに突然で、墓を掃除した私に対するお礼だったのか、それともよそ者が余計なことをするな、という怒りの声だったのか、もしくはその両方か。北向きの墓。海に帰ることのできなかった魂は一体どこへ向かうのだろう。そんなことをふと思う。今日はごめんね、休みなのに。山を降りている最中、クラゲがぽつりとつぶやいた。実際彼は人に仕事をさせて自分が楽しもうという、自分が楽しようというタイプではないので、今日私が作業している横で心苦しかったのかもしれない。けれどもそれは後からこうだったのかもしれないと考えたことだ。その時の私は彼の気持ちなどまるで思い至らなかった。ああ、それは別にいいんだけど。先ほどから一つずっと気になっていたこと。まさか勘違いされてないよな。せっかく苦労して掃除したのに、塔の墓の下で眠る方たちに墓を荒らしに来たよそ者と思われたままでは頑張った甲斐がない。私の言葉に彼は何度か目を瞬かせた後、不意に私から目をそらし、なぜか突然、クッと短く笑った。笑ったことで肋骨に響いたらしく、体を丸め、脇腹のあたりを押さえている。おい、
何がおかしいんだよ。私が口を尖らすと、クラゲはちらりとこちらを見やり、されたかもしれないね、勘違い。そう言って、また小さく笑い、いたたたた、と脇腹をさすっていた。以上、北向きの墓、お届けいたしました。いやー、久しぶりの長編だろうか。あれですよ。噛むね、今日はね。すごい噛むね。変な読み方しちゃった。今日はね、帰りちょっとお客さんのところによって、会社とは別口の仕事を受け取らなきゃいけなかったので、帰りにね、お客さんのところによって家までちょっと社長の車で送ってもらったんですけれども、まあ、車の中でね、ちょいろいろ普段社長とゆっくり話すことがないんでね、家のこととか、子供さんのこととかですね、会社の私が辞めてからの話とか、そういうことをつらつらと話してたんですけれども、普段そんなにね、家にいて、話すことで昼間はうち相方は寝てますし、学校行っちゃえばね、私一人で家の中でごそごそやってますから、そんなね、声に出して喋るということがないんですけれども、今日はね、久しぶりにこう、社長といろいろ話をしたりしたんでね、舌が回らなくなってる。そんなことはない。疲れてる？口が疲れてる？そんなことはないよな。わからない。で、なんか今日はちょっと、あれですね、一週間ね、読まなくて、とりあえずリハビリで2日間短時間放送はしたけど、久々の長編だから口が回らなかったんだということにしておきましょう。はい。はい、言い訳。849番、ヘッケルさん。昔ほど未だに引きずってるかわいそうな放送でしょ？俺その頃何が？と知らないけど、誹謗中傷ばかりで聞いてて嫌だし、それのエンドレス垂れ流しでしょ。そんなのほっといて明るく楽しい怖いのが好きですよ。応援してますよ、鼻声のギョワンちゃんも。今宵はなんか色っぽい感じ。そっちへ持っていこうとするな。そうそうそう。一回だけ私もね、何なんだろうと思って聞いたことありますけど、不習の頃ですね、聞いたことありますけれども、ちょっとね、なんとも言えない感じだったのでね、早々に見切りをつけて聞かなくなりましたけれども、別にね、自分とこの番組で延々とそれをやる分には構わないと思うんですよ。きちんとね、自分ところで、マウント作ってね、自分ところで設定して、ちゃんと自分の放送としてやる分にはね、別に全然構わないと思うんですよ。聞く聞かないはリスナーさんの自由ですし、それをね、人のラジタに乗っ取ってね、そもそもの DJ さんがやってんのかどうか知りませんけど、その録音したものをね、誰かが、別の人が流してんのかどうか知りませんけれども、ええ加減にせえやっていうのが、正直なとこですよ。うん。ね、好きなだけ勝手にやってればっていう話ですけど、人様のね、掲示板とかまで使ってやるなよっていう話なだけですよ。そう、階段はね、楽しいっていうのかな、楽しいとかで、明るい階段っていうのもまたあれですけどね。怖がるっていうのも一種のね、楽しみ方の一つで、そういう風にしてやっていくのもいいんじゃないのかなと。私はもちろん読むのも、書くのも好きですし、ホラービデオとかね、DVD とか見るのも好きですし、そういうのが高じて自分でもなんかやってみたいなと思って始めたのがこのラジオですから、自分も楽しく読んでいきたいし、で、聞いてくださってる方にも楽しく聞いていただきたいし、なのでね、あれですよ、実害がなければ私の方から突撃かましてね、いちいち攻撃することもないので、静観はしておりますけれども、ただちょっとね、最近少し目に余るかなっていう感じですよね。はい。850番目の迷い人さん、喘ぎ声の呪いをリクエストします。ほんと呪いだよね。もういい加減みんな忘れようよ。
忘れようよ、頼むよ。851番ヘッケルさん、お、ギョーンちゃんにエロ怪談を読ませる会の会長です、同じ志の同士めっけとか。忘れよう、読まないからで、聞いたでしょ、あの残念なエロ怪談ね、あの自分でもね読んでてものすごい残念だったよ、うんだからもうね、あのやめた方がいいなっていうのは自分の心の中に決めたから、エロは読まない違う、あのうん、こあの正しく読めない、ね、正しくは読めないが正解です。はい、どうしようかな。一応ね、今日予定してたクラゲシリーズ2本は読めたので、あ、852番ヘッケルさん、結構長編だったけどじっくりと聞いたよ。前にあった A、B、C から G っていうお話の時はこんがらかったけどなっていうね。ありましたね。なんだっけ、 A、B、C っていうか、夢鬼がね、夢鬼が A、B、C とかっていうあれでしたよね。あれも長かったけどね。そう、 A から B が、 B から C がみたいな感じで。そうなのよ、本当はね、 A さんが B さんがっていうよりも仮名でもいいから名前をつけちゃった方が読みやすいんですよ。私も読んでて自分でこんがらかっちゃうんで、ね、本当はその方がいいんですけどね。そうそうそう、今回はね、登場人物が主人公俺くんっていうかね、私くんと、その友人のクラゲを中心とした話が回っていくので、非常に読みやすくてですね、でこの方非常に文章が、うまくまとまっているので、読んでてね、すんなり頭に入ってくるんですよ。ただこう、それをきれいに読めるかどうかっていうのは私の技量の問題で、それに追いついてないっていうのがね、正直なところですけれども。はい。ね、どうしようかな、今日土曜日なんで、前までね、投稿会談というか、募集してました体験談の方を読ませていただいたりしてたんですけれども、今ちょっとね、ストックが切れておりまして、で、どうしようかな。以前に、私が夜行さんのラジオにですね、出させていただいてた初期の頃ですよ。私が会社の友人を通して、お話をね、実際に聞かせていただいたものがあるんですけれども、それをね、過失修正したものがあるんですね。で、それをちょっと一本いつか読んでいただこうと思ってたんですが、じゃあ今日それを一本読ませていただいて、多分1時半回るかなという感じですね、時間的にキリがいいかなというような感じですかね。なのでもしかして夜行さんのね、京都の夜行さんのラジオを去年あたり聞かれてた方は一度この話を聞いたことがあるかと思います。ただですね、ラストの方ね、あの時ちょっとまとめきれなくって、もう本当にシャカシャカシャーと読んでしまったんで、今回ね、ちょっと思い出し、その時聞いた話をですね、思い出しながら解説修正させていただいた部分などがありますので、そういえばそんな話があったねっていうようなことで聞いていただければなと思います。肺病院。これは会社の同僚 K さんの友人 O さんから聞いたお話です。 O さんが高校生の頃、稲川淳二さんの怖い話が収録されたカセットを聞き、その現場までバイクで出かけるという遊びが流行っていた。学校では禁止されていたバイクの免許を取り、10人ほどの仲間と一緒にあちこちに出かけていたそうだ。
ある夏休みの終わり、いつものようにカセットを聞き、そこに紹介されていた地元でも有名な心霊スポットに出かけることに決まった。夜にバイクを飛ばし、隣の市との境にある廃病院にたどり着いた。草はぼうぼうに生い茂り、廃墟に誰も入り込まないようにフェンスが築かれていたが、すでに何人もの肝試し経験者によって網は切られており、そこから簡単に中に入り込むことができた。敷地には立ち入り禁止、不法侵入は通報しますなどの看板が立てられていたが、そんなものには目もくれずに建物を目指していく。さらにはそれ以上中への侵入を拒むようにバラ線を巻かれたバリケード用の車止めが設置されていたが、すでにいくつもの心霊スポットを回っていた彼らの勢いを止められるわけもなく、バラ線をすり抜けて懐中電灯の明かりを頼りに奥へと進んでいった。暗闇の中に浮かび上がった病院は3階建てのごく普通の病棟だが、王さんは先ほど聞いていた怖い話を思い出し、その病院から放たれる異様な雰囲気を感じて、これはやばいかもと思ったという。これまでに侵入してきた者たちによって窓ガラスは割れ落ち、建物の中へ入るのは簡単だった。病院の中にはカルテや使われていた機材がそのまま置き去りにされているという噂だったが、一歩足を踏み入れるとそれが噂ではなかったことに気がつく。受付と表示されたカウンターの周りには患者のものであったカルテが散乱し、氏名、住所、病名などが記載されている。その頃はデジカメなどが普及する前で、王さんたちはインスタントカメラを持って行っており、証拠写真を撮影するためにシャッターを切りまくった。廊下や病室でポーズを取り、パシャパシャと写真を撮っていく。せっかくだからというので、1階から順に全ての部屋を回ることになった。病室では窓ガラスこそ割れ落ちていたものの、ボロボロになったカーテン、スプリングが飛び出し、マットの抜け落ちてしまった入院用ベッドなどがそのままにされている。薬剤などを乗せていたであろうワゴンが横倒しになり、注射器や薬の瓶も転がっていて、つい昨日までここに誰かがいたのではないかと思ってしまう。給湯室には時間によってベコベコになってしまったポットと、これでお茶を飲んでいたのかと想像させる茶碗が置かれている。そんな部屋を巡りながら、王さんと友人たちは本当に心霊スポットに行ったという武勇伝を学校で披露するために写真を写していた。お、ここはと王さんたちが足を止めたのは、手術室とプレートの出された部屋。試しにドアに手をかけると、抵抗なくドアは開き、中にはベッドと手術用のライトがそのままになっている。ここじゃんけんで負けたやつがベッドに寝るってどうよ。今考えると何をバカなことをしたんだろうと思うが、若気の至りというものだろう。じゃんけんで負けた友人が手術用ベッドの上に横たわり、その姿を写真に収めた。一通り建物の中をめぐり、再び1階の受付に戻ってきた。これで全部見たよな。そろそろ帰るか、などと話をしていると、友人の一人があることに気がついた。そういえば、霊安室って見てないよな。1階から3階まで全室を回ったはずだが、確かに霊安室を見かけた記憶はない。見落としたのかな。そんなはずねえだろ。でもなかったよな。そうこうしているうちに、もう一度全部の部屋を確認していこうという話にまとまった。王さんは、また行くのかと思いつつ、そこは男子高校生の集団。一番最初にやめようとか帰ろうなどと言い出すわけにもいかず、友人たちのノリに合わせる形で再度病院の中を回ってみることになってしまった。
薬剤を保管していた部屋、リネン室、給湯室、食堂、トイレ、浴場、病室、手術室。1階から3階までを懐中電灯やライターの明かりを頼りに確認していく。ここは見たよな。ここも写真撮ったし。そう言いながら部屋をすべて確認するが、やはり霊安室は存在しない。霊安室のない病院とかってあるのかよ。いや、だってなかったじゃねえかよ、などと言い合っているうちに、友人の一人が窓から外を眺めて口を開いた。あそこにあるの、なんだ？指さした方を見てみると、暗闇の中に何か小さな小屋のようなものが立っているのが見える。この病院は L 字型をしており、王さんたちが入ってきた道から駐車場に入り、前庭を経由して正面玄関がある。そして反対側には小さな裏庭のようなものがあり、その奥にちょっとした空間がある。問題の小屋はその空間に立っていた。これだけ探してないのだから、霊安室は建物の中にないのだろう。きっとあの小屋が霊安室に違いない。そう結論付けた王さんたちは、建物の裏にあるその小屋に向かった。病院内のすべての部屋は荒らされて、ボロボロになっているというのに、この小屋だけが荒らされた形跡がない。ドアに手をかけると、この廃病院に足を踏み入れて以来、初めて鍵がかかっているのが分かった。ここで諦めて帰ればいいのだが、大人数で来ているという安心感からか、気の大きくなった王さんたちは、じゃんけんをして負けたやつが鍵を壊してドアを開けるという暴挙に出た。じゃんけんをすること数回、友人の一人が負け、ドアの鍵を壊すことになった。手頃な石や木の枝を使い、足で蹴飛ばすなどして鍵を壊す。ようやく鍵が壊れ、友人がドアを開けた瞬間、長年締め切られた室内からムッとする熱気と一緒に、埃臭い空気が王さんたちの方へ流れ出してきた。恐る恐る懐中電灯で中を照らしてみると、そこには食台などの置かれた簡易祭壇と、部屋の中央に置かれた棺桶。棺桶の上には時間を経て茶色く変色している布。まさか、ねえ。入ってるわけねえじゃん。誰か開けてみろよ。そう言いながらも誰も触りたくないのは明白だ。最終的にじゃんけんで負けてしまった彼が棺桶の上の布をめくってみることになった。嫌そうに棺桶に近づき、こわごわと布をめくり、内部を懐中電灯で照らしてみる。なんだ、何も入ってないじゃん。そりゃそうだよな。肩透かしを食ってしまったという気分と、友人に怖がっていたことを知られたくないという心境から、その場にいた全員が無理に強がって言葉を発した。じゃあマジでそろそろ帰ろうぜ。いい加減時間も遅いし、たまり場になっている友人の家に戻ろうと、再度病院内に足を踏み入れた。建物と敷地の構造上、建物内部を通って正面玄関を抜けないと道に出られない。口々に感想を言い合いながら受付を抜けると、割れた窓の向こうから赤い光が回転しているのが見えた。やべ、パトカーだ。思えば当たり前の話だ。散々大声を出して建物内を探検していたし、裏の霊安室では鍵を壊すために大騒ぎしている。近隣住民の注意を引かない方が無理というものだ。誰かが通報したのだろう。3台のパトカーが自分たちのいる廃病院に向かってやってきているのだ。夜中なのでサイレンは鳴らしていないが、闇夜に光る赤色灯だけでも心臓に悪い。どうにかやり過ごしてバイクまで行こうぜ。見つかったらやばい。
こちらは明らかに不法侵入なわけだし。王さんたちは草をかき分け、パトカーが道を塞ぐ前にバイクにたどり着こうと走り出した。必死で走っていき、来る時にすり抜けた 車止めを越える。だがそこで仲間の一人が来ていないのに気がついた。振り返ってみると、 Y という友人が車止めに巻かれたバラ線に引っかかったのか、先に進めなくなっていた。何してんだよ、早く来いよ、殺に捕まっちゃうだろ。口々に Y さんをせかすが、ズボンの生地がバラ線に絡まってしまったらしく、全然前に進むことができない。助けてくれよ、取れないんだよ、早くしろよ Y、 だから取れないんだって。そんなことをしているうちに、とうとうパトカーは廃病院の敷地の前に到着してしまった。パトカーから警察官が降りてくるのを目にした王さんたちは、慌ててポケットの中に入っていたタバコやライター、インスタントカメラなど草むらの中に投げ捨てた。不法侵入だけでもやばいのに、未成年者の喫煙ともなれば、確実に家や学校に連絡されてしまう。友人たちが焦って所持品を隠し終えたとき、草をかき分けて警察官が王さんたちのところまでやってきた。廃墟で若者たちが騒いでいるという通報を受けて出動したと説明し、王さんたちの氏名や住所、学校名などを聞き出してからこっぴどく説教した。今回は多めに見るけど、この次同じことをやったら家にも学校にも連絡するからね、もう時間も遅いんだから早く帰りなさい、と言い含められて王さんたちは解放された。マジでやばかったな、お前のせいで逃げ遅れたんだぞ。そんなこと言ったって仕方ないだろ、引っかかっちゃったんだから。草むらに投げ捨てたタバコやカメラを拾い集め、それぞれがバイクにまたがって帰っていった。翌々日は学校、久々に見る友人たちの顔に話が弾む。代わりにはいつもの仲間と待ち合わせて、例の使い捨てカメラを現像に出した。フィルムは3台分ある。現像には 2,3 日かかると言われた。現像の完成日、他のクラスに散らばる仲間に、今日写真上がるからと声をかけ、たまり場に集合することになった。写真店のお姉ちゃんに名前を告げて写真を引き取る。たまり場である友人の家に集まり、途中で買い求めた菓子やジュースなどを口にしながら盛り上がる。どうせなら全員が集まってから写真を公開しようということで話がまとまり、みんなが集まってくるのを待っていた。一人到着し、二人到着し、仲間が続々と集合してくる。だが一人だけなかなかやってこない友人がいる。それはあの夜にバラ線に引っかかった友人の Y さんだ。携帯電話などない時代のこと、自宅に電話するしか方法はない。 Y さんのお宅は父親、弟、 Y さんの三人家族。父親は会社に行っているし、弟は中学校で部活をしている頃だろう。家にいれば Y さん本人が電話に出るはずだが、いくら鳴らしても誰も電話に出る気配はない。もしかしたらこっちに向かってきている最中なのかもしれない。そう思ってみたが、 Y さんが現れる様子もない。仕方なくその日は写真を見ることなく解散となった。翌日、写真を学校へ持っていき、Y さんと一緒に見てみようと思っていた王さんたちは、Y さんが学校にも来ていないことに気がついた。先生によると、朝から学校に連絡があり、体調が悪いので休むということだと説明された。それなら、見舞いがてら様子を見に行こうと、数人の友人で Y さんの家に向かった。インターホンを押すと、Y さんの父親が顔を出し、自分たちは Y さんの友人だと話をすると、朝からだるくて調子が悪いというので今日は休ませたんだと家にあげてくれた。風邪ですか、熱があるとか。いや、熱はないし、
特に風邪をひいているとかいうことでもないらしい。ただだるくてどうしようもないと言うんだ。部屋に通されて声をかけると、ベッドに横になっていた Y さんが体を起こした。どうしたんだよ Y。 いや、どうにもだるくて仕方がないんだ。体に力が入らなくて。変な風邪でもひいたんじゃねえの？そうかな。でも熱もないし、咳とかも出ないんだけど。元気のなさそうな Y さんの顔を見て、早く元気になれよ。お前が来なかったから、この前行った肺病院の写真、まだ見てないんだぜ。待ってるからさ、などと励まし、王さんたちは帰ることにした。翌日には登校してくるだろうと思っていたのだが、Y さんはその日も休みだった。その後、結局 Y さんは一週間ほど学校を休んでしまう。どうしたんだろうと心配しつつ、王さんたちは待ちきれずに写真を確認することにした。何か幽霊が写ってるかもしれないという期待を抱きつつ、一枚一枚写真を確認していく。今思えば不謹慎だが、真っ黒な肺病院の中、バカなポーズをとっている王さんたちがフラッシュの中に浮かび上がっている。だが期待とは裏腹に、どの写真にも幽霊らしきものは写っていなかった。なんだ、そんなに簡単に心霊写真なんか撮れるもんじゃないなと思っていると、写真の束の中からある写真に気がついて手に取った。それは車止めのバラ線に引っかかってもがく Y さんの姿だ。誰だよこんな写真撮ったの。これは笑えるな。ひとしきり Y さんの写真で笑った後、写真の束をまとめて袋の中に保管する。そして雑誌などと一緒に Y さんへの見舞いの品として持っていくことにした。今度は Y さんの弟が顔を出し、兄ちゃんは部屋で寝ていると家にあげてくれた。家族は学校でのいじめを疑ったらしい。だが Y さんはいじめられるような人物ではなく、どちらかといえばその逆のようなタイプの人間だ。だから学校が嫌で不登校になるようなことはないと王さんは思ったらしい。王さんが部屋に入って声をかけると、 Y さんがベッドから体を起こす。その顔はすっかりやつれてしまって顔色も悪い。お見舞いの品を手渡し、あの時の写真も入ってるからゆっくり見てくれよと Y さん宅を辞した。 Y さんが学校に出てくるのを待っているうちに、さらに1週間が経ってしまった。さすがに2週間も休んだことで、担任の先生も単位の心配をしたらしい。王さんたちに Y さんの家に行って様子を見てくるように頼んだ。ただ先生の表情は、サボりなんだろうと考えているのが分かったという。 Y さんに会いに行くと、頭から毛布をかぶった Y さんが部屋の中で王さんたちを迎えてくれた。その面立ちはすっかり変わり果て、げっそりと頬がそげ、土毛色の肌になっている。お前大丈夫か？病院に行った方がいいんじゃね？心配そうに声をかける友人たちに、 Y さんは力なく首を振っていった。病院には行ったんだよ。でも悪いところはどこにもないんだ。そして以前渡した写真を出してくると、お前らこれを見ても何ともないのかと聞いてきた。これ？ああ、幽霊とか写ってるかと思ったけど、全然何も写ってないのな。王さんたちが無理にでも場を明るくしようと声をかけると、 Y さんは何とも言えない表情になって、本当に何も見えないのか？本当に全部確認したのか？と友人たちの顔を覗き込んできた。どうしたんだよ一体。いつもと違う Y さんの様子に王さんたちは戸惑ってしまった。その写真
持って行ってくれ。もう手元に置いておきたくないんだ。これ以上は Y さんに負担になると思った王さんたちは写真を受け取って帰ることにした。何なんだよあれ。ちょっと様子がおかしかったよな。そんなことを話しながら途中のコンビニでジュースや菓子類を買い込み、いつものたまり場に足を向ける。一体何がそんなに Y さんを追い詰めるのか気になって渡された写真を広げてみた。以前に見た通り特に変なものは写っていないように見えた。おい、なんだよこれ。一枚の写真を覗き込んでいた友人の一人が声を上げた。その写真は誰もいない廃病院の受付から院内へと向かう廊下へ向けてシャッターを切ったものだった。インスタントカメラのフラッシュで照らされた病院の廊下とその奥に広がる闇が続いている。なんだよ。王さんが手渡された写真に視線を落とすが特に変わった様子もない。そうじゃないよ、逆に見るんだ。そう言われて王さんは手にしていた写真を上下逆にしてみた。フラッシュの光の加減で映り込んだ影の中に聴診器をかけた白衣の医者の姿が浮かび上がってきたのだ。こんなの映ってなかったよな。みんなで確認しながら次々に写真をめくっていく。一番最後の写真を見て王さんは息を呑んだ。それは肺病院から逃げ出すとき Y さんがバラ線に絡まり動けなくなっていたときのものだ。友人の一人がネタにしようといたずらで撮影した一枚だった。バラ線から抜け出そうと焦ってもがいている Y さんの姿、以前に見たときにはただ Y さんの焦った姿が映っているだけだったのだが、これってなんだよ、何なんだよ。何本もの赤い光が Y さんの背後から伸び Y さんの下半身に絡みついているのだ。まるで逃がさないとでも言うように。王さんはそれ以上写真を持っていることができず放り出すようにして手を離した。誰も何も言わない。それからも Y さんは学校に出てくることはなかった。やがて単位が足りなくなり Y さんは学校を退学することになる。気にはなっていたがなんとなく足が遠のいていた Y さんの家にみんなで行ってみることになった。普段は家にいない Y さんのお父さんが玄関で迎えてくれた。その後ろで弟さんがものすごい目で王さんたちを睨んでいた。部屋に通されるとY さんは痩せ細り、ベッドから起き上がることもできない状態になっていた。あまりの変わりようにかける言葉もない。どうなんだよ、治りそうなのか。他にどう言っていいのかわからない。Y さんが細い声で話してくれた。お父さんの知り合いのつてをたどって、霊能者を探し当ててくれた。病院でいくら検査をしても異常が見つからない Y さんの状態を周囲に相談していたらしい。家に招かれた霊能者は Y さんの様子を見るなり表情をこわばらせたという。そして自分にはどうにも手の施しようがないことを伝えると帰っていったそうだ。あの写真はまだ持っているのか。細い声でY さんは友人たちに問いかけた。ああ、どうしていいのか分かんなくて。焼くんだ、全部。一枚も残すな。お前たちの武勇伝っていうのは分かるけど、あれは持ってちゃいけないものだ。霊能者にも散々写真の件を念押しされたと言っていた。闇衰えた Y さんの姿を見ているのが辛く、王さんたちは帰ることにした。帰り際、Y さんのお父さんに声をかけられた。彼の弟さんが兄である Y さんをこんな風にした元凶だと、
王さんたちをひどく恨んでいること。今後、Y さんは適切な治療が受けられる病院に入院させること。落ち着いて治療を受けさせたいので、以降はお見舞いに来ないでほしいこと。そのすべてに王さんたちは返す言葉を持たなかった。軽はずみな気持ちで心霊スポットなどに行かなければ、今さらそんなことを思ってももう遅い。Y さんの家を辞した王さんたちは、持っていた写真をすべて焼き捨てることに全員が賛成した。その後、Y さんは精神病院に入院し、治療とリハビリの結果、徐々にではあるが、状況が改善してきたということだった。しかし、社会復帰をするまでには至らず、高校時代の面影など見当たらない姿で、今でも自宅療養をしながら仕事をすることもできず暮らしているそうです。王さんは何事もなかったんですか？話を聞き終わってから私が尋ねると、王さんは肩をすくめて、 Y 以外のやつは何ともなかったんですよ、特にお払いとかもしてないですと答えてくれた。Y さんとはその後会ってません。多分他の友人たちも会っていないと思います。どうして Y さんだけがこういう状況になったんだと思われますか？その私の問いかけに O さんは一瞬ためらえてから答えてくれた。あのじゃんけんに負けて恋愛室の鍵を壊して中に入り、棺桶の中を覗いたやつ、あれ Y なんですよ。そしてグラスに口をつけるとぼそりとつぶやいて話を終わらせた。だから遊び半分で心霊スポットなんかに行っちゃダメなんだ。以上、肺病院お届けいたしました。このお話がですね、あれです。実話です。実際にこれ会社の友人のね方に紹介していただいてお話を聞かせていただいたんですけれども。その方が高校時代に経験した実話です。で、実際その肺病院っていうのもね、県内では結構有名な心霊スポットなんですが、現在はですね、もう取り壊されて更地になってしまったのかどうか、ちょっと探し当てることができなかったんですけれども、話だけだったら何度か私もね、聞いたことのある有名なスポットです。実際に行ったことはないんですけどね。で、そこに高校時代、この話を聞いたのが去年ですから、まあ10年ぐらい前の話ですか。ですけれども、夏休みにね、ちょっと10人ぐらいでバイク飛ばして行ってみようやっていう。で、稲川さんの階段を聞いて、その頃はカセットですよ。を聞いて、で、おーって気分を盛り上げて、よっしゃじゃあ行こうかっつって、こう出かけるというようなことを繰り返してたらしいんですよね。で、この時もたまたまそういうので、みんなで集まって、よし、じゃあ行こうぜっていうことになって、行ったらしいんですよね。で、まあ、寄せばいいのにですよ。で、一回ぐるっと回った時点でね、もうそれで満足して帰ってくればよかったんだけど、霊安室がないっていうので、もう一回探してみようやっていう話で、ね、地下に降りる階段もなかったそうなんです。ね、いろいろと探し回ってみた結果、病院の建物内にはないということで、あれおかしいねって言ってたら、その裏手にこう中庭があって、その奥にですよ、こう小屋が建ってるっていうのでね、あれ何なんだろう、あんなとこに小屋があるなんて不思議だねっていうので、もしかしたらあそこが霊安室なんじゃねっていうことで、こう行ってみようぜっていうことになったらしいんですよ。で、まあそこでもね、鍵がかかってたんで、諦めて帰ればよかったんですけど、まあね、高校生ぐらいが10人集まって、
まあ、その場のノリですよ。ね、壊して中見てみようぜ。ちょっとね、こう、ね、その錠を壊して中に入っちゃったらしいんですよね。で、そしたらこう、やっぱ中が霊安室になってて、あのもう、ろうそくとかね、そういうあの、香炉とかそのまま置いてあったそうなんですよ。で、そこになぜかこう、棺桶っていうか、こう、箱が置いてあって、で、上に布が被せてあって、で最初ね、見たときに、中に何か入ってるんじゃないかと思って、すごいギョッとしたっていうことなんですよ。で、まあね、中に何が入ってんのか見てみようやっていうことで、結局そのじゃんけんに負けた Y さんがそこをめくって中を覗いたっていう、ことなんですけどね。だから、多分ね、そこに行き着くまでに、何回も帰るチャンスはあったはずなんですよ。ね、何回もその場から引き返すチャンスはあったはずなんですけども、結局そのチャンスをつかめないまま、そのチャンスを逃がしたまま、というか逃がしたというかね、もう自分であえて、ね、その帰る機会を手放した状態で最後まで行き着くとこまで行っちゃったわけですからね。そうで、まあ中には何にも入ってなかったけど、ということで。まあ、帰りにね、こう、まあ、本人も周りの子たちも、その、鉄条もバラ線ですよ。あれの棘に引っかかっちゃって、身動きが取れないもんだと思ってたんですけど、実際はそうじゃなくて、こう、後ろからね、いっぱい赤い光を帯びた手みたいなものが伸びてきてて、こう、後ろからね、こう、ズボンの足なんかをね、こう、ぐるぐるっと掴んで、絶対帰らせるもんかみたいな感じで、抑えてたそうです、ね、もう言ってました。もうリアルで人生棒に振っちゃったやつを知ってるから、もうその友人たちと遊び半分で心霊スポットに行ったことはそれ以後一回もないですって言ってましたね、うん、で会ったことはあるらしいですよ。その Y さんをね、見かけることはあるらしいですけれども、すごいその高校当時のね、健康的な面影は一切なくて、本当にね、ちょっとこうつついたら折れちゃいそうな、そういう姿で、もう体力が持たないのでね、ちょっと仕事に就くこともできないで、家でこう寝たり起きたりの生活を繰り返しているっていうようなことをね、人づてで聞いたっていうようなことをおっしゃってましたね。ちょっとね、これ読むとね、前にこれ、夜行さんの番組でも読ませていただいたんですけど、その時、あ、すいません。その時もちょっとね、ゾクゾクっと来たんですけど、今もちょっと一人で読んでてね、お、やば、ちょっと読んだとか思っちゃいましたけどね。これちょっとね、呼ぶ話なんでね、しばらく、蔵に入れとこうかと思います。はい、では、レス読みの方に移らせていただきます。853番ヘッケルさん、嘘化け猫亭も騙されたよ、オリジナルラジ隊でしろよな。でもネトラジは恋でやってくれているから、あまり運営さんには言えないしね。2個みたい30分ごとにお金払ってるんでもないから。あ、ね、確かにそれはありますけどね。ちょっとね、ネトラジの公式さんのね、ツイッターの方をフォローしてますんで、そちらの方にちょっとね、リプ飛ばしとこうかなっていうような、ね、こういうことはあるんで、まあ、一応ね、規約違反にならないですかっていうことで、さりげなく送っとこうかなとかってね、思ったりなんかもしています。854番ヘッケリさん、158人も聞いているんだから、レスナーは少ないけどみんな楽しんでるんだから頑張れ。そしてサービスにうふーんとなって。サービスにならないでしょ？みんな消えてっちゃいそうな、リスナー数がどんどん減ってっちゃいそうな、なえるだろ855番ヘッケルさん、手術中止中って鼻もおかしい割にはちゃんと手術室って言ってるやん、恐るべし行安師匠ってことでね、最初の1回はね、ちゃんと読めませんでした。最初の1回はね、手術中止になってましたね、確かに。2回目以降はちゃんと読めるように頑張りました。
856番ヘッケリさん、あーそのお声でテレサ10の償いでも歌ってみにゃい、結構いけるかもよって。あ、償い、あれ償い、償い、出だしの歌詞がわかんないや、あの愛を償えばってやつでしたっけ。カラオケ行ったらたまに歌えますけどね。857番ヘッキリさん、エロレスではないです。一応ギョアンちゃんにエロ怪談朗読させる会の会長としての役目としてであります。うしということで、いや、そんな会は解散してしまいましょう。うん、そんな会は解散してしまいましょう。やらないから。858番松屋町春さん、ヘッケリさん、皆さんおやすみなさい、グッドナイトということでね、はい、いらしていただいたんでございますね、ありがとうございます。お初の方でございますね、はい、ありがとうございました。松屋町か、すいません、松屋町って読んじゃった、松屋町春さんですね。859番ヘッケリさん、858番いや抹茶町春さん、おやすみまったねということで、松屋町春さんなんですね。あー、はい、わかりました。うん、わかりました。そうかそうか、そういうことか。はい、またお暇な時にでも聞きにいただければと思います。860番ヘッケリさん、ギョアンちゃんそこへ一緒に行ってみない、取り壊した後でも何か。行かないよ、家に持って帰るとやばいので行きませんよ私はね。うかつに持って帰るとですね、うちの家族にべらぼうに怒られますのでね。うん、あれですよ、今ね一本ですね、神様絡みの話を書いてるんですけれども、それを書くとね怒られるんですよ、みんなに、みんなにっていうかうちの相方と息子にですけどね、怒られるんですよ。触りが全部こっちに来るから書くなって言われてるんですけど、だからつって書かないでいつまでも取っとくわけにもいかないんでね、早く書き上げたいんですけどね。はい、ということで本日も 1,2,3,4 本ですね、読ませていただきました。だいたい狙った通りの時間になったかなという感じですね。はい、ではですね、そうだ、一応4月からですね、これ毎度放送のある時に、お話しさせていただいてたんですが、放送時間と放送回数の方をちょっとリニューアルさせていただこうと思いまして、4月1日というか、まあ、4月入ってからですね、毎週2回、毎週水曜日と毎週土曜日の、午後11時からの放送に移らせていただこうと思います。というのがですね、やはりちょっと仕事の関係もありますし、私自身のこう体調がですね、ぼちぼち年のせいか持たなくなってきたなというのもありまして、どうせ2時間ぐらいやるんだったら、11時ぐらいから始めればね、まあ、夜中の1時ぐらいに終わって、ちょうどその時間に終われば、番組途中でね寝ちゃうよごめんねっていう人も、いないかなっていう、まあね、いらっしゃったとしても最小限でとどめられるかなっていうのもあって、なので、毎週水曜日はですね、怪談多めということ で毎週土曜日の方が、今回と同じようにですね雑談多めということで、リスナーさんにも、レスナーさんにも楽しんでいただける番組にしていきたいと思っておりますので、水曜日の方がですね、怪談多め、もう怪談ガンガン読んでいこうという、で、まあ、レスの方はねちょっと拾い読みになってしまうかと思いますけれども、そういうような回でやっていこうと思っています。で、土曜日の方がですね、もしかしたら、まあ、1時を回るかもしれませんけれども、次の日はお休みということで、若干ね時間に余裕を持って放送ができると思いますので、雑談多めでねやっていこうかなというふうに思っております。はい、ですのでね、今のように、まあ、今も不定期でやってはいるんですが、週3日とか4日とかっていう風な放送は、4月以降できなくなると思います。ただ、個人的に私の気分が乗ってですね、こう時間的な余裕があって、よっしゃやっちゃおうかなっていう時には突発的に、ゲリラ放送する可能性もあります。
はい、でその時にはですね、ツイッター掲示板などでお知らせさせ、口が回らない、お知らせさせていただきますので、よろしくお願いいたします。いや定期放送の時もね、必ずツイッター掲示板で放送やりますよということは連絡させていただきますので、まあ、今日はやるのかなと、今週は土曜、こやつは仕事は大丈夫なのかなってい いうね、不信感のある時には、覗いてやっていただければ、確認できると思います。大体遅くとも放送始める30分前、大体ね、1時間切ったら、お知らせするように心がけているんですけれども、ちょっとなんかの弾みでね、忘れちゃったりする可能性もあるので、遅くとも放送始める30分前には、今日放送やるよという、書き込みをいたしますので、確認していただければなと思います。はい。業務連絡そんな感じですね。はい。861番ヘッケルさん、師匠から解散しろなのでもうやめるというね、そうエロ階段はやめてね。エロ階段だけは読めません、技術がありません。はい、のでね、リクエストしていただいても皆さんをがっかりさせていたしまうので、エロ階段だけは勘弁してやってください。はい、862番ヘキルさん、でも面白楽しく怖い放送で頑張ってな、しんどいはずなのにお疲れです、温かくぐっすりとお休みということでね、はい、ありがとうございます。お聞きくださっている皆さん、本日はですね、159人のリスナーの方に聞いていただいております。いつもありがとうございます。なんで私またここ消すの忘れて短時間配信って書いてるよ。違うよ。ね、こう可能な限りね、皆さんに楽しんでいただける番組作りをしていきたいと思っておりますので、よろしくお付き合いいただければと思います。それではですね、ちょうど鼻も詰まってまいりましたので、これをもちまして本日の放送は終了とさせていただきます。どなた様も闇路からのお帰りにはお気をつけて、決して後ろを振り返らず迷わぬようにお戻りください。また今日と明日が入り混じる曖昧な時間にお会いいたしましょう。では皆様おやすみなさいませ。